ただまあ高岸に関しては高校時代はプロ2球団から声かかって、いやすごいよこれ。だから高岸君あれやもんな、怪我がなかったら、はい、もしかしたら今頃そうですね、ヤクルトさんと阪神さんがすごいよ。すごくないですよ。すごい、いやすごいよ。僕で来たんですか、お二人も絶対来てたわけないやろな、普通のおっさんに。野球やったら来てます。高岸から見て前田君はどうなの？全国の筋力測定2年連続で1位。すごいやん。どんなコンビやねん。改めて太もも周りとかも競輪選手ぐらい太かったんですけど、当時もうちょっと大きかったのに体がイメージですけど今の9倍あります